時の放送権料って数千万、私だったら6億だったのかな。6億円だったんですよ。うん、それが、なんと、そこから4年後の日韓ワールドカップサッカーは200億円って言ってきたんですよ。うん、30倍以上の額。いや、もうやめようや、サッカーそんなんっていう、僕はそんな感じだったんですけど、うん、それを高橋さんが向こうで、その、電通側っていうか、FIFA 側の代理人として言ってきて、で、いや、もう200億円じゃないと売らないって言い出して、じゃあこっちも買わないみたいな感じになって、で、いや、でも日本のその JC、ジャパンプール方式ね、うん、NHK と民放が一緒になってるのも独禁法違反だとかって言ってきて、うん、でとにかく、こっちからしたら30倍以上の値段で買えるわけがないみたいな話だったんですけど、うん、結局 ISL は最終的には一応潰れるんですよね。うん、潰れて結局、あれ多分電通であったのかな、最終的にやっぱりこっちも足元見られてたんですよね。はいはいはい、はい。いわゆるその BS 放送と CS がぐーっと伸びてる時だったんで。はあ、はあ、前のね、NHK の解説ぜひ見てほしいですよね。そうそう、1998年から2000年っていうのは、うん、BS のいわゆるワウワウ、うん、NHK は BS で儲けようとしたし、うん、スカパーが出てきたから、うん、もうスポーツソフトの奪い合いになってるから、うん、結局200億で買わされたっていうのが、あ、もう全然だから NHK が買ってで民放に 40% だけ出させましたね。あ、なるほどね。で3試合あるんですよ、日本支援がね。3試合あるから NHK60% 出してから2試合もらったらいいのに、なぜか1試合しか取らないんですよ。で、民放に後の2試合を抽選させるとかってやって、うん、まあ、結局何をしたいのかって言ったら、民放に NHK の悪口言われたくないっていう。ああ、そういうことか。まあでも当時の ISL の高橋さんっていうのはやっぱり僕からしたら恐ろしいおじい、まあおじさんというか今もおじいちゃんですけど、その人が高々月100万円のお金で。でもなんかその後2億5000万円の疑惑が出てきますけどね。今言われてますよね。だから相当これから捜査のメスが、まあ、入っていろんなものが出てくるんでしょうけど、僕からしたらやっぱあの電通が知見に入られるっていうのは、こう結構大きなニュースというか、ちょっと今後の日本の政治と経済の大きな転換になる事件が今起こってると思う。まあまあ事件というか、検察もいけると思ったんでしょうね。これまで多分恐ろしくて、検察ですら潰されてしまうかもしれないような、ね。いや、そうだ、そうだ。そうです。だから、もう電通と喧嘩してもいい時代になったということなのかなと。なんでしょうね。まあまあ、電通と喧嘩してもいいって、それぐらい電通は怖いというか、うん、僕は NHK も電通に乗っ取られてる派なんですよ。あんまり陰謀論好きじゃないんですけど、うんうん、本当に僕と海老沢さん、というか僕と海老沢さんが出たのが2005年なんですけど、うん、彼が出てからオリンピックの放送権は電通経由で買うようになったんですよ。ああ、そうなんですね。それまでは直接 IOC ってやってたんですよ。うん。電通入れなかったんですよ。うん。ところが、2008年の北京かな、上海で、中国でやった多分北京大会だと思うんですけど、日本円で払ってるんですよ。僕びっくりしましたもん。どういうことですか？だから、IOC とやるから、米ドルで払うんですよ。はいはい。だから消費税もかからないんですよ。はあ、ははあ、税金もかからないんですよ。税金ってその、租税もかからないんですよ。うん、僕そのためにわざわざいつも、大蔵省、今の財務省の租税課に行って、うん、これは純然たる放送権だから、うん、租税を取らないでくれって毎回言いに行ったぐらいの感じだったのが、うん、税金払ったんですよ。消費税を。へぇー。と思って、これは間違いなく日本の電通が勝っただろうともいろんな角度から調べたんですけど、NHK 公表しないんですよ、うん。IOC と合意したとは書いてるんだけど、IOC に支払ったとか、契約したとは書いてないんですよ。なるほど。電通が入ってる。電通が入ってるんで、電通のやつに聞いたら、いや、もちろんうち入ってますよっていうから、それは間違いない。それまで NHK は絶対電通にはそういうのを回さなかった。まあ、NHK と電通が唯一電通と戦える組織、それが NHK だったんですね。それも戦えなくなったと。結局、買ってたんですよね。